皆さんこんにちは、ユーロデザインの今村です。今日はですね、フォルクスワーゲントゥーラン、ゴルフトゥーランっていうのかな、の動画になります。これはですね、平成18年式の、トゥーランでして、この翌年あれですね、 1400cc の、6速の DSG が乗るんですけど、その前のやつなんで、初代のトゥーラン 2000cc の4気筒、それに6速の普通のオートマが付いてるタイプですね。でね、この車もう先に言っちゃうんですけど、もうねめちゃめちゃいいんですよ。すごく乗りやすいの。多分びっくりすると思いますよ。あの3列シートのミニバンで、後ろスライドドアじゃないし、大きさも、要はステップワゴンとかボクシーあれよりも一回り小さいには小さいんですけど、幅はね3ナンバーあるんであれですけどね、長さが短いんですよね。で室内の空間も多分狭い、てか狭いんですよ、それに比べたら。なんですけど、3列シートのミニバンでこんなに静かで快適な車があるのかってね、ほんとびっくりする。でこの、トゥーランができた時、2000だから3年か4年でいいんだと思うんだけど、その時にね、ゴルフ5が出て、5が出た時だよな。で、ゴルフプラスって車ができたんですね。ほんのちょっとだけ、あの台数ほんと少なくしか売られなかったんだけど、そのゴルフプラスがえらいいい車だってすごい大騒ぎになって、でそのゴルフプラスをベースに、何でしたっけ、なんだっけ、トゥアレグの弟分、ちっちゃい4駆、どう忘れちゃった、後で調べたらこう出しておきます。で、ができて、でそれとこのトゥーランができたとっていう風な話なんですよね。要は普通のゴルフだともっともっと背が低いじゃないですか。その背の高いバージョンを作るってことは、ここの窓の高さ変えなきゃいけないんで、まるで、全く違うあのベースのボディ作るしかないじゃないですか。それでこのトゥーランとプラスと、でそのちっちゃい4駆、あ、ティグワンだ、思い出した、ティグワンを作ったと言われています。でね、このだからトゥーランを僕初めて乗ったのは随分前の話になるんですけど、その時にね、うわーって思ったんですよ。ほんと静かだし、でね、実は速いんです。これ1600キロあります、この車。1600キロっていうと、だいたいね、今売られている 2000cc クラスのミニバンだから、ノアボクシー、ステップワゴン、ステップワゴン1500ですけど、あのクラスのミニバンたちはだいたい1600何十キロから700キロ、その辺なんですよね。で、もうちょっとちっちゃいやつ、今で言ったら何になるんだろう、その昔で言うとラフェスタとか、あとはプレマシーとか、だからスライドドアじゃない、3列のミニバンっていう車だと、日本車は1500キロぐらいで作ってるんですよね。なんですけど、ノアボクシーと比べてもね、全然こっちの方が速く感じるんですよ。びっくりする、どうしてだろうってね。6速オートマチック 2000cc って言ったらみんなそういう感じじゃないですか。なのにね、こっちの方がキビキビとサクサク動いていくんですよね。で静かだから、ほんとね、加速感も本当にこれ 2000cc なのと思いながら運転する感じだったんですね。でその後の 1.4 リッターのターボになったトゥーランの方も、うちで販売させていただいて乗ってるんですけど、それもね、印象としてはこれよりさらにちょっとパワフルになったかなぐらいな感じですからね。びっくりしますよね、速い。であとこのハンドル、アクセル、ブレーキ、どれ触ってももう本当にフォルクスワーゲン最高みたいな、あ、ドイツ車の安心感って楽、ほんと楽だよねって思います。なんていうかな、早く運転するのもできるし、隣の人の頭を揺らさないような運転してみようかなっていうのもいくらでもできるし、すごく分かりやすいですよね。操作に対する反応はやっぱりリニアってのは本当にいいですよね。でこの車そんなに背が、でも背一応高いのかな、でも背高い方の車になるでしょうけど、ロールのそのグラグラ感とか、そういうの当然ないし、で高速道路を走ってった時の速さもまたねピカイチですよ。ほんと速い、シャーっていくんで、1600キロってことをほんと忘れてしまいますよね。だってカングがあれ1200何十キロなんで、
カングーと比べたら400キロ重たいわけですよ、こっちの方が。だけど、カングーよりもこっちの方が速く感じるな。実際ね、ちょっとね、04とかやったらどうなるか分かんないけど、それぐらいなんかいいですよね。多分ね、今日僕この喋ってる声もおそらくね、静かになってると思いますよ。カングーの時ちょっと割とね、声張り気味じゃないとダメだから、あれなんだけど。そう、そんな感じですごくいいんです。で、ボディもね、ゴルフほどガチガチとは言いません。確かに後ろのにもう一個箱がついてるような感じで、大きいな箱になってるから、若干こう箱なりみたいなのは感じないわけじゃないんだけど、まあね、ちょっと、そうですね、なんと言えばいいか箱がなって仕方ないみたいな車もありますんで、そういうのに比べたら天と地の差です。全然こっちの方がいいですね。ただね、トゥーランうちでも前はご結婚されてお子さんが生まれて、一応ちょっとね、この室内の高さが欲しい、高さのある車が欲しいなっていうお客様が結構買っていってくださるんですけど、そうですね、高さだけで言ったら確かに日本車の方がね、全然背が高いし中広いんですよ。だからそっちの方が全然いいんだけれども、でもな、みんな乗ってるしな、ちょっと違うのはいいなってことでこの車を買ってくださる方がいらっしゃるんですけど、皆さんその後乗られてから、乗って納車してから皆さんびっくりされるのが、これなんかすごい静かで、なんか超高級車じゃないですかってみんなおっしゃるんですね。もうその通りだと思います。そういうコメントに多分なっちゃうと思う。それぐらいすごくいい車です。だからね、これね、フォルクスワーゲンのミニバンでしょぐらいじゃなくて、よかったらぜひ一回乗ってみてほしいですと思います。ほんとびっくりしますよ、きっと。ってなると思います。特に運転してみると、すごく安定してて、でこれ女性の方にも本当運転しやすい車ですよね。でこのシート実はね、上げて、これ今一番下に下がってる状態なんですけど、一番上まで上げると、もう僕ね、天井に頭つくんじゃないぐらいまで上がるんですよ。シートのこの調整幅がすごいたくさんある、すごいあるんですね。でそこまで上げていくと本当ね、ボンネットが見えてくるんです。だから背の低い方でも、だいぶこうね、こう路面がたくさん見えるから、なんていうかな、車の大きさ感はあんまり感じないで済むかもしれないですね。でそれと同時に、このだからハンドルもね、すごいんですよ。めちゃめちゃ動くの、こういう風にすごい動きます。というような感じです。そう、ちょっとね、余談になるんですけどね、これガタガタ道編、実はね、この間出した動画でも言ってるんですけど、そこにあったガタガタ道舗装されちゃったんですよ。ちょっとね、新たなガタガタした道をね、探してみたいんですけど、今もう一本向こう側通ってみたけどガタガタしてなかったですね。どうしよう、困った困った。ね、こういうところでもなんかこうスーッとハンドルただ切ればこうやって綺麗に動きますからね。このグランっていうの、これをね、させないように、させないっていうか、変にこうゆらっとしないようにハンドルを切っていきたいんですけど、僕はそれね、ものすごい工夫しないといけない、タイミングがかかってスーッて切っていかなきゃいけないやつと、こういう車みたいにスッてスピードに合わせてスッて切るだけで綺麗にこうね、グラグラせずに行く車とあるんですよね。今日ちょっとまだこんなとこなんですけど、なんかもう言うことがない良すぎる。で、あとこの6速、あ、まだあった、6速オートマチックね。このオートマチックも僕好きですね。結構故障しちゃうことで有名なんですけど、実は対策品が出ていて、そこら辺はね、その対策をバッチリやってあげればもう OK っていう風になってます。でこのね、6速オートもね、本当変速の具合が僕すごい好きなんですよね。シフトショックっていうかね、なんていうかな、同じ G でスーッスーッスーッて綺麗に加速できるようなイメージがあるんですよね。
でね、そうそう、あとね、この車そう燃費がいいんですってね。乗ってる方聞くと、大体みんなね、10キロぐらいみたい。今この車だと平均 9.3 キロってなってるんですけど、この車自体は、つい最近までは埼玉県にいたんだけど、ただちょっと渋滞の激しい地区だったんですね。で、その後、今都内にほんの2ヶ月ぐらい使ってた車なんで、まあだからどっからの平均かわかんないけど、だいたいね10キロちょっとぐらいこの車走っちゃうみたいですね。まあ、でしかかつハイオクだから、まあまあ言ってしまえばね、今のミニバンで CVT とかハイブリッドとかでやってる車に比べたら燃費は落ちちゃうんですけど、ただこの次のね 1.4 リッターターボがありますからね、あれもちょっと燃費がいいわけなんで、まあ燃費をすっごい気にしなきゃいけないっていう方じゃなければ、そんなに負担になるような燃費悪いって車ではないですね。だから逆に言うと、この大きさ重さで、あとまあまあこの乗った感じでリッター10キロぐらいだったら、僕ねもう超、僕自身は超大満足ですね。え、そんな燃費乗ってちょっと思っちゃいます。はい、ということでね、今日はフォルクスワーゲンのゴルフトゥーランを乗ってみました。それこそ、トゥーランは今いくらでも試乗できる車があると思います。で、ディーラーでも型はもちろん違いますけど、新しいトゥーランだったら試乗車いっぱい置いてあると思うので、ぜひね、まあスライドドアじゃなきゃ絶対ダメって方はちょっと残念なんだけど、そうじゃなくてもいいよという方は一度乗ってみてください。本当に驚くと思います。すごくいい車です。あ、もちろんうちでお探しすることもできますので、ぜひお気軽にその辺はお声掛けいただければと思います。ということで、チャンネル登録と高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。以上です。